デポしてですね、今から屏風の耳上がってきましょう。いやー楽しいねめちゃくちゃ楽しいねすごい急と来てます。すげえ眺め撮ってるよ。くじちょいすぎ。ゆっくり岩稜地帯を登ってきてます。あと10分ぐらいで耳かな。ちょうどねあそこに槍ヶ岳が正面に映ってますね。こっからだとね小槍がちょうど真裏に隠れてるんですね。しかしすごいな、この大キレットあ、ちょうどヒュッテにも日が当たってるな。何池って言うんだろうね。凍ってるね。鏡になってる。9時15分屏風の耳に着きました。こっちね、こっちが南斜面ですけど、ちょっと南西の方には、再び、唐沢カールとヒュッテと唐沢小屋ですね。前穂高から釣り尾根があって、奥穂小屋も見えます。あとこっちが北穂ですね。大キレット、槍がちょっと隠れちゃってる感じ。屏風の頭、この向こう側が有名な屏風岩ですね。こっちが常念山脈、つばくろの方からずっと来てですね、頂まで見えます。でこの下がですね、上高地横尾方面ですね。すごいよし、じゃあ、9時20分、屏風の車で戻ります。今日ね青い空撮ってますけど、何がすごいって雲が一個もない超快晴。9時40分屏風の頃まで降りてきました。
カウマは下りが苦手なんで悪戦苦闘してますね。9時45分ですね。徳沢の方に降りたいと思います。とりあえず新村橋向かいます。あとは基本的にまあもう上高地見えてるんで降りるだけなんですけど、まあ大体2時間半ぐらいかな。気をつけていきたいと思います。11時12分だいぶ朝霞が近くなってきましたね。あの直線距離どれぐらいか分かんないけど、もう川の音が聞こえてきましたね。あれは新村かな、新村橋かな。休憩です、この急登はね、それは登るのも大変だろうけど降りるのも疲れる。でもここを下っちゃえば、あの奥俣の方の分岐から先は非常に平坦に近いと思います。はい、分岐を左です。ちょうどこの新村橋に降りるルートはちょうど氷壁の舞台で、まあ、主人公っていうか亡くなっちゃった小坂とかが、まあ、ずっと登ってった、まあ、冬ですけどね、ルートになります。氷壁の、まあ、実在の方ですね、のケルンです。はい、はいはいはい、何時だ、12時52分新村です。いやー戻ってきたよ、戻ってきました。朝川って感じで、唐沢の方さ見えてるけど、あの向こういたんだもんね、数時間前まで。1時10分徳沢です。やっと着いた。もう疲れた。とりあえず荷物をあの空転したテントにぶっこんで飯を食いたいと思います。少ないねテント。我が家はどこだ。おー、あった。よいしょ。いや、疲れた。
ジ疲れた。重かったな。割と。部屋の中ってこと？部屋で外。もう作る気ないんで、ここで飯食います。おう。昨日の朝カレー食ったんだよね。何が一緒、1時32分は徳沢の道草食堂です。無事に今日はですね、7時ぐらいにヒュッテ、唐沢ヒュッテを出てパノラマコースを、乗ったり乗ったり歩いて屏風のコルから屏風の耳、その先行かなかったんですけど、その後はずっと降りてきました。2人とも怪我がなくて、じゃあやりますか。実はね、生ビールがもう売り切れちゃったんで、ものすごい高い、歌舞伎にしては珍しい高いビール、本物のビール、泡が立ちづらい。はい、お疲れ様です。あ、マジマジが、これめちゃくちゃうめえじゃん、これ。うまいっすか。うまいっす。うまいっすか。うわ、これが有名な。美味しいんですよ。美味しいんだよね。美味しいんですよ。一言余計ない。はいはい。はい、いただきます。先は返却口までお願いいたします。はい、はいはい、すいません。じゃーん。じゃーん。これうまそうだな。高菜チャーハン。すげえうまい。いただきながら。うまいね、うまいね、マジうまいね。さあさあ、20分昼寝の時間、昼寝というか適当にだら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 、ちょっとね重いけど座椅子を担いできたんで、眩しいけど。あ、よく昼寝した。もう4時、ちょっとねお湯沸かしてます。はい、クレンティー。いただきます。はい。
有名。